足で持って、阪神がバッと点取ったから、広島はもうびっくりしてもうて、もうぼーっとしてる間に試合終わってもうて、阪神が3対0で勝ちました。ヒット数は阪神が10本、広島が6本、ホームランはありません。先発ピッチャー、阪神はウィルカーソン、4勝4敗、防御率 3.8、最近あんまり良くはない。今日もどこまでのピッチングするか、それが見どころです。それから広島の先発は床田、28歳、8勝5敗、防御率 2.65 だからすごいいいよ。勝ち星もある、防御率もいい。だから普通にいけば、苦手、広島を苦手としての阪神としては今日は苦戦すると。まずそういう感じやね。なぜ勝てたか。まず一つ目、今日のウィルカーソンはとにかく調子は良かった。5回3分の2を5安打無失点で、投げ終えたと。5回3分の2ことは6回の3つアウトのうちの2つアウトまで取ったと。その間、要は阪神は広島を0点に抑えてるわけだから、攻撃陣に少し余裕が出てくるよね。こんだけ安定して抑えてくると、そうすると攻撃にも身が入るっていうわけやな。で、まず2回1点を取るわけだけども、今日の阪神は3点を1点ずつ3回に分けて取りました。頑張って取っても1点ずつしか取れへんかった。でもその1点ずつが非常に効果的に点を取った。この1点が1点とは思えんぐらいの1点にみんな感じたと思う。広島ベンチは、阪神打線は、2回、梅野がツーアウト1塁3塁で真ん中のスライダーを得意のライトヒッチング、得意のライナーでポーン持っていったわ。これで1点入りました。次3回の攻撃が、これ皆さん注目ですよ。これはまず中野がライト前ヒット、ノーアウト1塁。それから今日は2番に左ピッチャーやから熊谷が入ってて、ここで送りバントしようかっていうことで、バントの構えからヒッティングや。で、なおかつランナーを走らせる、バントの構えからヒッティングね。バントの構えしたらランナー、内野手がガーッと前進してくるとこよ、ヒッティングで打つ。これが見事レフトに痛烈な当たりが行ったんや。当たりが良すぎた。普通やったら走ってたってもう一塁二塁で終わりや。なんでか言ったら、レフトとサードは近いやろ。ところが、中野は、二塁を蹴って三塁まで走るんや。中野の足が速かったから。それは中野の一塁のスタートがまずは速かったんやろな。でも、打つときにはもう半分ぐらいは行ってたんちゃうか。一塁と二塁の間の。んで、もう打った瞬間に、もうこれ人やないんで、バーッとセカンドを回って、もう三塁までめがけてバーッ走って、最後ヘッドスライン。セーフ。これも見事よ。すごいな。うん、普通は、こういうレフト方向に行った打球は、セカンドからサードには行ったらあかんねん。なんでか近いから、アウトになるから。普通、ライト方向やったら遠いやんか。だから三塁行けんねん。これ、普通は行かれへんところよ。これを行った。ね。ほんで、ノーアウトで一塁三塁にしたんや。で、この後、近本が、どん詰まりの、ピッチャーゴロやねん。けど、バウンドがちょっとあったりとか、詰まったもんやから、もう要するに、三塁ランナーの中野が今度はホームについてくるんだけど、ホームにもう投げても多分セーフやろっていうことで、ピッチャーが一塁に投げたわけや。ここで、ホームインで1点入れたと。ね、結局は、ヒット2本で1点取ったようなもんや。ね、最初の中野がヒット打った、熊谷がヒット打っただけやんか。あとヒット打てへんねん。あと、こっから、近本、佐藤輝、大山とみんなアウトやねん。あ、大山出てたん今日。うん、今日は大山出てんねん。けどアウトやねん。全員アウトやねん。でも、この中野と熊谷と、この近本の間で、点を取ったわけや。な、この足のワンツースリーや、三人衆や。ね。だから、ここでも点が取れんねん。俺いつも思ってんねんけど、この、中野と近本でも点取ったらええやん、二人でと。あとは、クリーンアップ打ってくれたらええけど、あんまり当てにならんからな、言うて。いつも思ってんねん。で、足があったら、足でもって、とにかく、次の塁で行って、最後はホームに来たらええねんから。っていうことや。まあ、これをやった。それから、もう一点は、これが二点目な。もう一点は、6回に、北条が今日は入ってて、6番に、2アウト2塁で、北条が、
真ん中低めのボール組のツーシームやったら低いね。それをレフトにタイムリー二塁打を打ったと。だから、梅野と北条はタイムリーヒット打ってんねん。ね。で、二点目を取ったのは足で持ってもぎ取ったという。これが広島としてはいつも、広島あんまり打てへんねんな。打てへんけど点入れるねん。うまいねん。あそこも送りバンドとかそんなん好きやねん。得意やねん。そんなんで点入れるチームやねん。スクイズとか。な、それを逆に足で持って阪神がバッと点取ったから広島はもうびっくりしてもうて、ぼーっとしてる間に試合終わってもうて、うん、ほんで阪神が勝ったということや、うん、というような試合でした今日は。はい、今日のヒーローは、今日のヒーローは先発投手のウィルカーソン、それから、最初のね、やっぱり先取点取った梅野のライトヒッティングかな。まずは決勝点ということで、勝利打点ということでね。で、あとね、ちょっと言いたいのは、リリーフ陣が良かったと。5回3分の2まではウィルカーソンが投げたけども、その後残りの3分の1、3アウト目はおっさん渡辺がアウトに取りました。左の坂倉をね、1球でそれも仕留めた。プロやなって思ったわ。1球でもう今日の仕事終わり。1球投げただけで1球でアウトに仕留めたから、うん、もう交代 OK、 ご苦労さんって感じや。1球しか投げてない。1球しか投げない。1球さんや。そんな1球や。なそれから7回はハマチ、8回は湯浅、9回はサラリーマン岩崎と、この今言った中でヒットを打たれたのは湯浅が1本打たれただけ。あと誰もヒットも打たれてない。0点や。見事や。で、なおかつ、1回から9回まで広島の打撃陣にセカンドを踏ましてないね。で、1塁までしか用意かんかって。広島は。2塁にも行かれへんたんや。全部の回？うん、全部の回、9回まで。すごいやろ？完璧に抑えたんや。というところで、1点ずつ小刻みに点を取っていって、広島に1点取られ、広島側から見たら1点取られた。まだ1点までいけるけど、2点目は、あんな取りの取り方、タイガースするのすごいなぁ。で、6回にまたダメ押しをした。もうあかんわ、いう感じになったんやな、広島は。なるほど。うん。で、そのまま終わったと。